はい、えー、仕事の中のストレスね。うん、まあ、何をストレスと感じるかなんですけども、まあ、私は二つあると思うんですよ。一つはですね、会社に与えられたミッションをこなせないためのストレスですよね。これがまあ、最大限のものだと思います。会社に割り振られた予算とか、会社に割り振られた命令っていうのは、こなせて当たり前で、プラスアルファは自分の仕事がその上でできれば、以前も話しましたけども、会社から100を要求されて、120、130ができるのが、まあ、自分の仕事もできてるかなってところだと思うんですよ。 で、で、あ、ス、のー、ストレスですよね。もう一つはねうんその自分に与えられたミッションがこなせているこなせていないっていうレベルのストレスもありますけどもう一つはね、あのー、周りのスストレスを自分でで一気にえるかってことなんですようん。だからねあの10人で何かプロジェクトをするとしたら自分が10人分やるぐらいのことができるからこそタスクフォースっていうのができると思うんですけども。 なんかね結局ね一人前ののこととしかでできなないいその組織は弱いわけなんですよ、うん、つまり昔から言いますけどもあの力を合わせると人数以上の力が出るよ要するに 1+1 は3にも4にもなるよっていう発想にならなくなるってことなんですよねそうなるとこれはね組織ではなくて単なる集団なんですよ集団と組織の違いっていうのは集団っていうのは人が集まっただけ組織っていうのはリーダーがあってミッションがあるわけなんですよねそそしてその 組織になると10人集まっても15人分20人分の力が出せるというね。だから組織っていうのは強いと。ただ集団っていうのは言ってみれば右往の州になってしまいますので、あのむしろね、集まることによって本来のミッションを失ってですね、お互いの存在に対して足を引っ張り合ったりとか、ストレスを感じ合ったりするわけなんですよ。こうなると仕事に行くのもつまらないし、 仕事が終わったら解放感があるみたいなね。その繰り返しになっちゃうんですけども、本来私たちは仲良しクラブを作るために会社に行ってるわけではないので、あのー、最大の目的っていうのはあ予算を達成することでありね、えー、次の目的っていうのは成長発展のためにプラスアルファの利益を出すこと、その繰り返ししかないと思うんですよ。えー、よく日本の国が企業の弱体化っていうのを言われてますけども、それは企業が弱体化したわけではなくて、一人一人の社員が弱体化して、それをプラスアルファで補うものがないから、 客観的に企業が弱体化したと言われてますけどもそもそも社員全員がね一人前以上の力を持っていたらそしてそれが組織化されていたら企業って弱くなることはないと思いませんかだから企業が弱くなるってことはそこにいる一人一人が弱くなってきたっていうことそれを自己正当化して認められなくて企業が悪い会社が悪い経営者が悪いっていうふなあいつが悪いこいつが悪いつまり足の引っ張りをしてるところに原因があるのかなと思います。 それだったらね、自分一人でその会社を引っ張っていくぐらいぐらいの、まあ、あ力を出せばいいんじゃないかなと思いますよねで。すぐには出せないと思いますので、そのぐらいの気持ちでやると、小さな居酒屋にあんまり気が止まらなくなるんではないかなと思いますけどね、うん。で、最後に、働くって言葉、旗を楽にする、周りを楽にするってことなんで、自分が周りの人のロークを、ストレスを一点引き受けるぐらいの努力があってもいいんではないかなと思います。そういう人で組織ができていたら、みんなでね、本当の意味で助け合って、 素晴らしい仕事と顧客に対する100%の満足度が与えられていくんじゃないかなと思いますけどね。